おはようございます。黒バラ軍団の友則です。本日のターゲットホールは非コーナー神戸中央スロット館さんです。朝の並びは約150人くらいの中、入場整理券は31番でした。本日の立ち回りなんですが、他の黒バラ軍団の方がこちらのホールさんで実践されている動画を見て上げ狙いが有効と感じ、前日の下見の結果バジリスク絆マイジャグラーに狙いをつけたのですが、入場が31番ということで狙い台を取れるか微妙なのですが、そちらの目利きから攻めていきたいと思います。前回までで11ポイントの獲得で、本日もまだまだサマイスポイントが必要な状況なので、しっかりとサマイスポイントも取れるように頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。うわあ、ほとんど取られちゃってますね。うわあ、絆で上げ狙いできそうなのはもう全部埋まっちゃってるんで、ちょっとマイジャグラーの方行きます。こっちがマイジャグ3で、これ多分出目変わってますかね。ちょっと一応学区見ます。狙い台2台あったんですけど、この2つなんで、ちょっとこの2台だけ先に学区見ます。いきます。一応2枚で回します。多分出目変わってるんで、学区してなかったんですけど、対策されてるかもしれないですね。横の台も回します。これも狙い台だった台ですね。いきます。これも学区はしてないですね。前日と出目変わってます。多分前代出目変わってると思うんで、自分が出目取った後に他のお客様が閉店前に回されたということではなさそうですね。今しばらく時間が経ったのですが、朝一31番で入場してバチリスク絆の狙い台を取ることができなかったので、第2候補のマイジャグラーに行ったんですが、狙い台2台を学区にチェックして出目が変わっていて、学区せずおそらく対策されていたと思います。変更の確認が取れなかったので一旦県に回っている状態です。他の市をチェックしているんですが、サラリーマン満潮は200ゲームのところで続くステージに移行している台がほとんどということで、リセット多めもしくは全リセットの可能性もあると思います。コウモチャマーカツの方ではカツゾーンの煽りを見ていると、据え置きが多めもしくは全据え置きの可能性があると思うので、種によってリセットの割合がかなり違うと思います。この後はそういったことを頭に入れて期待値の高い台を打てるように立ち回っていきたいと思います。こちらのマイジャグラー3なんですが、当日ノーボーナス224回転回ってる台で、最初自分で学訓チェックした台なんですが、出目が変わっていて変更の確認が取れなかったので打っていませんでした。で、今時間が経ってジャグラーコーナーの状況を見ていると、上げ狙いで打たれているお客様が多く、レギュラーもかなりついてきているので、こちらの台も上げに期待ができると思うので、判別しながら打っていきたいと思います。朝一に狙っていたバジリスク絆とマイジャグラーなんですが、絆の狙い台に関してはほとんどがかなり早めにバジリスクタイムに当選していて、マイジャグラーもこの台は第2候補だった台なんですが、右隣の第1候補の台が早めにレギュラーボーナス6回当選していて、狙い方としては間違っていなかったと思うので、もちろん判別しながら打っていくのですが、この後は他の騎士の動き、そして期待値がある台が落ちてないかもしっかりと確認しながらこの台を打っていきたいと思います。当たりましたね。回したのが460回転ぐらいですね。単独のレギュラー出てきましたね。投資が550枚です。今ブドウがちょうど100回で約 5.2 分の1くらいですね。まだ短い
回転数なのであまり当てにはならないですが、朝一かなりハマってしまったもののブドウの落ちがよく、投資はあまりひどいことにならずに済みました。疲れましたね。単独中段チェリーとかの可能性もあるんですけど、とりあえずビッグボーナスですね。戻りましたね。88ゲームチェリー重複レギュラーボーナス持ちメダルでの当選です。今ボーナス終了後168回転回したところで一旦店内の様子を見に行きたいと思います。こちらのバジリスク絆なんですが、当日 BC17 回 BT9 回の111ゲームハマりの台です。データを見たところ一度だけボックスルーをしていたのですが、他はポンポンとバジリスクタイムに入っていて、先ほどまで打っていたマイジャグラーよりも期待できると思うので、こちらの台を判別しながら打っていきたいと思います。なんですが、前日が BC61回、 BT33回、回転数が8000回転以上回ってて、グラフはほぼ横ばいの台です。当日 BC5 スルーが1回あるものの、他はかなりポンポンとバジリスクタイム突入していて、とても一番下のそれとは思えない感じですね。で、一番上とまではいかなくてもその次ぐらいまでを視野に連れて打っていくのですが、他により良い挙動をしている台がないかチェックしながらしっかりと判別をして打っていきたいと思います。2ゲームチャンスプレーは、高額だったと思うん で203ゲーム発展。これは当たりそうですね。で207ゲームで確定。スタンプは黄色で、 BC1 回スルーしてたライなんで、これがバジリスクタイム後2回目の BC ですね。これでいきます。総合紙が650枚。チャンスアップはなし。半月出たんで、次も戻し以降以上ですね。で、今 BC2 スルーなんで、もしかしたら次回が天井っていうのも、少し期待しながら打っていきたいと思います。利上げを買ってきたぜ。32ゲーム弱戦チャンスリプレイ。本格か微妙ですね。あー当たった。78ゲーム BC 確定。多分今のは手かけると思うんですよね。中赤。用意した。ランプ黄色。チャンス。ゲンドスケでいきます。チャンスメモは引けなかったので、あ、一応チャンスアップ。もう戻し以上とはいえ、定格ではどうでしょう。残り4回で当選しました。おそらく BC 成立時 TT 当選してたと思います。で、一応偶数したですね。総投資が750枚。いや、早めに入ったんで、あ、ストックもあると。これはこの台に移動してからかなりいいスタートを切るようと思います。自身が BC2 回目で当選で、一応もしかしたら
今回モードリースタートだった可能性もあるので、チャンスリプレイ、まあ、とりあえずストックでも確定してるんで、これを少しでも伸ばせるようにまずは頑張っていこうと思います。いきます。10対7、まあ、勝利確定はしてるんですけど、緑、あーこれは美味しい、はい、ありがとうございます。で赤い色、これで3回連続で赤い色で1位ですかね。ここまでの獲得枚数が108枚、今1個前の BC 当選が10対7スタートで完全勝利だったので、継続率を持ったストックも1個獲得できたと。で最初に BT 当選した時にもストックが1個あったんで、まあ、2回はスクラップも継続するということで、まあ、何パーセントの継続率を持ってくれてるか分からないですが、このまま伸ばせるように頑張っていきたいと思います。でチャンスリプレイ、4対6、もう1チャンスリプレイですけど、まあ、絆効果がなしと。86ゲーム318枚で復活ですね。ここまでが、確定していたストック分だと思います。このまま終わってしまうのは少し辛いので PC 引きたいんですが、4対4、絆降格なしですね。4セット目の継続バトル、あー厳しい、あーよかったです。ちょ目に見えてるストック分ぴったりで終わってしまうかと思ったので、とりあえずそこから1回続いてくれてよかったです。なんとか BC 引いて伸ばしたいですね。4対4、ここでチャンスリプレイ、効果はなし。6戦目の継続バトル、今回のバズリスクタイムは6セット612枚の獲得で終了です。復活もなし。このバズリスク絆、自分が打ち始めてから2回目の BC で当たってくれて、BT で600枚ほど獲得できたので、現在サマイ数がマイナス100枚ほどになったと思います。で BT 当選した時に、まあ、前回から3回目の BC で当選して、まあ、その前半月だったのでモードシーズンと、でさらにあの BC 中に箱が変わってストックをしていたので、それを考えるともしかしたら3回目が天井だったかもしれないということで、今回、まあ、早め1回の BC での当選にも期待して回していこうと思います。131ゲームチャンスリプレイ、のんびり切るね。ああ当たりましたね。237ゲーム BC 確定、これで4回連続で赤い色、源之助でいきます。青か、10
活もして特等ゲストスタートです。そうです。1ゲーム目にチャンス目、これは当たりましたかね。155ゲーム8点、157ゲーム BC 確定。あ、また青の同色が出てきましたね。お見事です。エネルギーは黄色。最初の3回ぐらいが赤い色の BC が続いていたのですが、今度は通常時の BC が2回連続で青の同色。通常時の BC の同色率がやっぱり差があるところなんで、青といえど悪いところではないですね。キラキラなしのゲートステン2回見えましたね。おー、よかった。これで BC3 回目で当選ですかね。もしかしたら同色の共通ベルデっていうのも可能性は低いですけどありますね。インポーション流れましたね。一瞬4対4の絆効果もなし、昼だったんで一番期待できないかと思ったんですが、今回は継続確定。今回も絆効果がなし、4対6。今回のバジリスクタイムは2セット242枚のタクティカル終了です。また特攻撃スタートですね。ハズレから当たりましたかね。ハズレからリプレイ。もしかしたらその前の共通ベルかもしれないんですが、当たりましたね。131ゲーム BC 確定。青の同色、これ青なんですけど、これで通常時多分3回連続同色ですかね。お見事です。正義黄色、これでいきます。キラキラ、お、当たった。これ今多分兆候にはいたと思うんですが、もしかしたらモード C、何も聞かないで攻撃してたんで、モード C も期待できるところでしたね。でこの段階で自身の突入率もかなり良く、まあ、今 BC の色がちょっと同色は全部青で異色は全部赤っていう変な感じになっちゃってるんですけど、チャンス目でのモードもかなりいい感じで上がってくれてるので、挙動としてはかなりいいと思います。久々の絆降格、3対3で出るですね。来ましたね、共通ベル。発展で赤字。いやー微妙。
あーよかった。これね、BC 共通ベルからですね。また赤いショップ。ここまでの獲得枚数は175枚で、ここが来ますね。セット目の強力バトル、厳しいですね。残念、今回のバジルスタイムは2セット284枚の獲得終了です。おお、まだです、まだです。この継続は予想してなかったんで嬉しい。お、横も出ましたね。これで次セット継続確定で、絆効果が持つ人、今回のチェリー、これ BC 引きたいですね。継続確定してるところで残念ながらこのチェリーは引けなかったです。4セット目に突入ですね。ここで飛行チェリー2ゲーム早ければ確定だったんですが、今回は4対4、もう獲得もなし、チャンス目ですね。お、これ当たってそうですね。勝ちましたね。チャンス目から BC かな。今度は赤同色、同色かなり多いですね。ここまでの総獲得枚数は494枚です。6対6、何もなしですね。あ、赤文字出ましたね。5セット目の継続バトル、チャンスリプレイ。わー、赤文字出てたんで復活期待したいです。5000の591枚の獲得で終了です。わー、ダメか。今600枚弱獲得できたんで、現在差枚数が約-200枚、35ゲームチャンスリプレイ。残念、満月。チャンスリプレイ。いやー、高額だったかどうかも微妙ですね。当たりましたね。チャンスリプレイから青一色 BC。 お見事です。これが3回目ですかね。持ちメダルでの当選です。キラキラなし。
第一停止のみです。いましたね。これ3回目での突入なんですけど、多分今強豪学ではなかったと思うんですよ。で考えるとボールシーだとして設定の区でも、まあ、そこまで入るわけではないので、チャンス目2回か3回引いたんですけど、全部上がってる可能性ありますね。夜ですね。でこれ多分自分が打ち始めてからの最高 BT ハマりがこの BC ニスルーで3回目の突入なんですけど、今当選した時におそらく超高額っぽい感じはしなくて、でモード C で高額だとしても一番上でもそこまで入る、まあ、半分以上入るわけではないので、チャンス目を2回引いていて、もしかしたらそれでモード D まで上がったかもしれないです。でここまでチャンス目でのモードアップが目に見えていいので、まあ、最高ハマりも今2スルーということで、ここからも期待しながら打っていこうと思います。3セット目の継続バトル、赤文字欲しい。継続してくれそうですかね。よし、反発も多分ないですかね。4対4、なしですね。2セット目の継続バトルです。今回のワジルスタイムは2セットを279マイル獲得で終了です。で、特攻ゲスタート、317ゲージ、チャンスリプレイ。320ゲーの発展赤タイトル、当たりましたね。324ゲーム BC 確定。前回のバジェリスクタイムからはこれが1回目の BC です。赤移植 BC、もう綺麗緑で持ちメダルでの当選です。ゲンの光いきます。ダメか、あー当たりましたね。前回の PT から1回目のバジリスクチャンスでバジリスクタイム当選です。これやっぱりモードの上がり方がかなりいいんで、出玉はちょっとまだ過ぎてきてないんですが、特装同士800枚なんで、サマイがマイナス600枚くらいですかね。なんとかここから頑張りたいと思います。6対4、1セット105枚の獲得で終了です。
しいですね、特峠スタート。三日月7ゲームチャンスリプレイ、3分10ゲーム3点、中タイトルチャンスアップです。来ましたね、313ゲームチャンスリプレイから BC 挑戦、報告っぽい感じではなかったですね。キラキラなしの第1ステージ満月、これでミスルールですかね。3ゲームでチャンスリプレイ、これ当たりますね。もう一度チャンスリプレイ、5ゲームで6ゲームで8点、あー赤ドスク、7ゲームでバージョンチャンス、キラキラなし、何もないですね。三日月、これで今3スルーですね、今のが3スルー目です。ここでチャンスリプレイ、390ゲーム、チャンスリプレイからの当選、赤い色 BC、 でこれが前回のバジェンスタイム終了後から4回目のバジェンスチャンスです。自分が打ち始めてから最高スルーですね。今キラキラなし、第1停止、連続停止、満月、残念。で、伊賀馬学園に行こうで、多分今降格じゃないとは思うんで、一旦この台を置いて他の台を見に行きたいと思います。今店内様子を見てきたんですが、もう遅い時間になって稼働率が現在8割ぐらい、焼き台の中から期待値がある台を見つけるのは難しい状況で、自分が打ってきたこの台が今自身最高の、BC4 スルーしてしまってるんですが、BC が今赤い色にもうだいぶ偏って、で自分なりに偶数挙動のチャンス目からのモード移行がいいという理由で打ってきたので、これは今何も引いてないのにもう引いてますね。でしかも他で無理に台を探すよりはこの台をつけるのが一番だと思うので打っていくのですが、もう時間も遅くなってきてるんですが、投資は現在1750枚ということで結構厳しい戦いになっているので、なんとかプラスに持っていけるように頑張って打っていきたいと思います。外れからの当たりですかね。だいぶ的
的に兆候だったかもしれないです。でこれが BC5 回目ですね。ジェットスケで行きます。あ、当たった。この D まで行ってたかもしれないですね。前回の BT 出場から5回目の BC でバッテリースタイムとする。ここはリンポーチョー流れましたね。で継続セットメディレートという。いやーどうしても BC が引けないですね。第3、とりあえず絆工学巻物、ここで欲しいっすね。2セット目の継続バトル、これで今回のバズルスタイムは2セット265枚の獲得で終了です。144ゲームでザクチェリー、146ゲームでチャンスプレイ。152ゲームカクテルス、159ゲーム赤い色 BC、 LED は黄色です。チャンスアップはなし。満月数ゲームだけ回して横の様子を見ていこうと思います。今店内しばらく見てきたんですが、やはり稼働率がかなり高く、高挙動の台にはもちろん嫌いなし、そして天井狙い、ゾーン狙いで期待値がある台というのも、まあ、ずっと見つからない状態なので、現在自分の狭い数がマイナスなんですが、残り時間も限られているので、このままこちらの台を頑張っていこうと思います。155ゲームチャンスリプレイ、当たるかな。160ゲーム発展、当たりましたね。164ゲーム BC 確定、黄色のものであります。これが前回終了後から2回目のバズルチャンス、キラキラなし、第1停止のみ。いないですね。次は満月、峠スタートなんで、この手はとりあえず回します。こちらの絆
今先ほどの BC からしばらく回して定格に落ちたところなのですが、しばらく打ってきて BC の移動比率見るとかなり赤に偏っていて、おそらく偶数なのではないかと思います。横の判別要素なんですが、謎当たりが兆候ではあったのですが、自信を持ってはっきりと通常定格で引いたと思えるものがなく、他の判別要素を踏まえても少し弱くなってしまったため、こちらの台をやめて他の台を探していきたいと思います。先ほどの台をやめてからしばらく店内を回って挙動のいい台、期待値のある台を探しているのですが、この時間になっても稼働状況は変わらず、空き台でそういった台は見つからない状態です。現在の自分のサマイス、そして残り時間を考えると、この後この状況の中で挙動のいい台、期待値のある台を見つけるのは困難だと思うので、非常に悔しいんですが、ここで本日は実戦を終了したいと思います。回収は41枚でした。お疲れ様です。実戦終了しました。本日の立ち回りなんですが、朝一バジリスク絆の狙い台を取ることができず、マイジャグラを打ちました。その後絆を判別しながら打っていったのですが、サマイ数をプラスにすることはできませんでした。本日の結果なんですが、投資2100枚、回収41枚、サマイがマイナス2059枚です。本日ポイントを獲得することができず、今回まれで11ポイントの獲得なので、次回も必ずサマイ数ポイントが必要になるので頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。